かつてこの世界の中心にマケランディアと呼ばれる大陸があった。光の神を信仰する勢力と闇の神を信仰する勢力は大陸の覇権をかけて幾度となく戦った。長きにわたる死闘の末、光の妖精ルミールは暗黒王シオーゼを白夜岬の洞窟に封印した。この戦争はマケラキ大戦と呼ばれ伝説となった。それから500年、平和な時代が続いていた光の王国アシッドガルドで不吉な予言が囁かれるようになった。月が日に重なりし時、暗黒の王長き眠りより目覚め、闇の軍を率いて立ち上がる。光と闇、二大勢力の因縁の戦いが今再び幕を開けようとしている。